はい、ビートルよろずやでございます。本日は、日清のどん兵衛の肉うどんです。はい、この肉うどん、この肉うどんをね、2個、ラーメン鉢にぶち込みました。肉うどん2玉ですね。はい、それと今日のおにぎりはコンビニのおにぎりではないんですけど、おにぎりとしじろうっていうおにぎりとしじろうさんですかね、そこで買ってきたおにぎりなんですよ。で、買ってきたのは鮭と昆布と、ちょっと分かりづらいんですけど、塩むすびです。で、塩むすびにかけるふりかけたらこです。はい、萌え辛の唐辛子をかけています。これもめちゃめちゃ辛いんですよ。それでは早速いただきます。まず塩むすびからいただきます。塩むすびにこのたらこの丸め、としじろうさん行ったらね、このふりかけとかあってね、好きなだけもらえるんですよ。としじろうさんのおむすびがね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。確かなんかね、滋賀県近江米かなんかのね、コシヒカリかなんか使ってるんですよ。まずは、はい、いただきます。まずは肉うどんから。どん兵衛の肉うどんってね、特盛りがないんですよ。普通のサイズしかないんでね。でも2個買ってきました。あー、うまっ。どん兵衛肉うどん最高。粉末スープだけ1個半にしました。2個やったらちょっとね、ちょっと濃いかなと思って1個半にしました。早速塩むすび、塩むすびいただきます。塩むすびね、絶妙な塩加減で抜群にうまいです。さすがとしじろうさん。うん、うめ。やっぱお米すごいええの使ってるなって、すごい実感します。ええ米使ってんな。また おにぎりとどん兵衛の肉うどん、めちゃめちゃ合いますよ。うん、めすみません、水を持ってきます。天然水を持ってきました。ちょっと天然水凍ってるんですけどね。としじろうさんのところはね、米粉で揚げた唐揚げがね、すごい美味しくてね、すごい人気あるんですよ。なんか米粉でなんか二度揚げしちゃうらしいんですよ。まあこの前食ったんですけどね、めちゃめちゃうまかったんですよ。今日ちょっと米粉のその唐揚げを買おうと思ったんですけど、売り切りやったんですよ。すぐ売り切れてまうんですよ。で、おにぎりも速攻売れるんですよ、全部。
朝とかね、まあ、仕事行く前ですか、仕事行く前の朝と昼頃ですかね、すごい並ぶんですよ。もう一気に売れるんですよ。で、僕はちょっと家から近くにあるんですよ。最近できた店なんですけどね。で、家から近くなんで、まあ朝か昼一の時間帯に合わせて買いに行くんですよ。朝7時からやってるんですけどね、朝7時からはね、そんな混んでないんですよ。まあ朝の8時とかぐらいにずらーってみんな買いに行きはると思うんですよ。ウェットティッシュ、俊次郎って多分結構知ってはると多いと思うんですよ。次はちょっと昆布を食べます。昆布、昆布いただきます。昆布美味しい。コンビニの昆布とは全然違います。昆布ね、めっちゃ甘いです。あ、昆布にね、なんか海苔の佃煮が乗っかってる感じなんですよ。海苔の佃煮にあの昆布が乗っかってるんですよ。磯の風味がね、磯の風味がすごいですよ。めっちゃうまいですよ。どん兵衛の肉うどんってあれですね、わかめが乗ってるんですね。わかめが乗ってると思いますね。わかめはありがたいですね。どん兵衛の肉うどんはね、ちょっとだけあれですね、あのスープの出汁がちゃいますよね。ちょっと肉うどんに合うように、なんかちょっと甘めにしてあるというか、ね、そう、美味しいですよね。
次は鮭。鮭か。僕大概おにぎりってね、あの買うネタだから決まってるんですよ。鮭、昆布、塩結び、あと明太子があれば明太子買うんですけどね。大体決まってますね。もうね、海苔自体にね、海苔自体がすごいこう磯の香りがねめっちゃ漂っとるんですよ。もう全くコンビニのおにぎりとは違いますね。めちゃめちゃ風味がありますよ。そのおにぎり歳次郎さんと、もう一軒もう歩いてそこから数十秒ぐらい歩いたとこですかね。あの同じおにぎり専門店があるんですよ。2軒あるんですよ。どっちも人気店なんですよ。そこもローテーションで行ってますね、はい。最近なんかあれなんですよ。なんか自分にとってちょっと都合のいい店がね、なんかちょこちょこできてるんですよ。めっちゃありがたいですよ。まあ、あの駅前なんでね、駅前やからね、どうしてもなんか、まあその飲食店とかそういうのができやすいですよね。まあ駅といってもローカル線なんでね、そんなに、まあ、まあ学生さんとかすごい多いんですけど、まあ結構人通りもすごく多くて、大概飲食店揃ってますね。で、僕の大好きな鳥貴族もあるんでね、めちゃめちゃありがたいです。でわざわざ市内まで出んでも、市内というか繁華街まで出んでも、それなりに店あるんですよ。ありがたいですね。どうしても何でしょうね、飯屋さんでこう、まあ、仕事の帰りとかやったら行くけど、家から食べに行ったりするとき、あんまり遠いとこ行かないじゃないですか。なるべくこう家から近場のなんか飯屋さんに行くことが多いじゃないですか。遠かったらめんどくさいですからね。まあ休みの日とか、まあ休みの日とか仕事から帰ってきて県またいで飯食いに行くってね、なかなかないですよね。かなり面倒くさい。どう考えても家から近場に絶対なりますよね。まあ土日とかはね別ですけどね、土日と休みの日だったら全然県またいで食べに行きますけど、で平日の時に今度の週末どこ食べに行こうかなってこうずっとググって探して、まあ一応まあ関西地区とか京阪神の範囲で
めちゃめちゃ遠いとこはね、さすがにちょっと無理ですけど、まあ京阪神だけで、でも全部一通りの全部名店とかね、たくさんありますからね。ごちそうさまでした。あ、おにぎりとしじろめちゃめちゃうまかったっすわ。バリうま。また今度また買いに行こう。はい、本日は、日清どん兵衛の肉うどん2個と、あとおにぎりの、としじろさんのとこのおにぎりの塩むすびと塩むすびと昆布と、何だっけ、鮭ですね、鮭、その3つと、天然水でいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、これからもいろんな動画を上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それとご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいですね。それでは皆さん、また会いましょう。